久しぶりに目の覚めるような、タンメンですけど、では激辛ジョニーです。今日も皆さんに火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、ということで本日は私、東京は港区芝にやってまいりました。タイの動画がしばらく続いてまいりましたけども、私ね、タイでは2ヶ月間近く滞在しておりましたけども、無事日本に帰ってまいりました。また日本でね、撮影していきたいなと思うんですけれども、47都道府県いろいろなね、激辛料理食べてまいりましたけれども、私いろいろな激辛料理食べてきて、まあ食べなかったメニューもありますけれども、果たしてどれだけ辛さレベルアップしてるのかっていうのが気になったんですよ。ちょっと腕試したくなっちゃったなと思って、ということで、今日はですね、過去にね、食べきれなかった、激辛メニューに挑戦していきたいかなと思います。本日のお店がこちらです。ドン、中華料理生駒軒でございます。こちらですね、激辛マニアが知る人ぞ知る、こちらのね、激辛タンメン辛さ5というものに私ね、過去挑戦したんですけども、ここね、スープが飲みきれなかった、麺と具材はいけたんですけど、スープが飲めなかったというね、ギブアップしたメニューでございます。なので、今回ねこの生駒軒の激辛メニューに挑戦して、果たしてどれだけ激辛レベル、激辛耐性がアップしてるかっていうのをね、確認したいと思います。まあね、激辛もね、筋トレみたいなもんですから、食べれば食べるほど、辛さの耐性がついてくるはずだと私は信じております。生駒軒に入る前にちょっとお知らせがあります。皆さん YouTube 見てるとね、毎月毎月ね、月末になると速度制限がかかって、YouTube がカクつくとかありませんか？今ですね、楽天モバイルですと2980円、月額2980円でギガ数無制限で、YouTube が見れますんで、ネット使い放題ということでね、携帯代がね、まあ、1万円以上の方とかはね、楽天モバイルに変えるとお得に YouTube とかね、ネット使い放題、専用の通話アプリ使いますと通話料無料になりますので、気になる方はね、画面下の概要欄に、貼っておきますので、楽天モバイル気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、後ろがですね、こちら生駒軒になります。じゃあね、早速中に入っていきましょう。 Let's go。激辛タンメン辛さ5で、5でお願いします。この中で、はい、辛さの変動があるので、マックスより辛い場合がある。えどういうことですか？下はないってことですね。あ、下は全然ない。あ、そうです。逆に増すみたいな感じ。なるほど。お手柔らかにお願いします。わかりました。よろしくお願いします。はい、はい、今激辛タンメン辛さ5を調理してるんですけども、厨房からくしゃみがゴホ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 聞こえてきますけども、それぐらいね、作る方も大変ということで、はい、来ました。こちらね、激辛タンメン辛さ5でございますということでね、久しぶりにご対面です。こんにちは。これブートジョロキア、過去にね、世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたブートジョロキアを使用しているということがあって、これね、すごいね、もう目と鼻、あらゆる人間の、痛覚感覚をね、もうぶち壊す、そんなメニューになるんですけども、はい、見た目はね、本当に美味しそうで、辛そうじゃないんですけども、頑張って挑戦してまいりたいと思います。はい、それでは行きましょう。いただきます。さあ、激辛タンメン辛さ5、お手並み拝見ですよということで、ちょっと スープ一口飲んでみ、これやばいからマジで。ちょっといい、スープやばいでしょ、ね、さあ、今までのね、激辛武者修行私やってまいりましたからね、必ず私はね、激辛耐性がついてるはずですから、いただきます。野菜とね、たっぷり野菜とこの麺を合わせて食べてもらいたいと思います。たった一口で口の中が激痛でございます。よく冷ましていこう。躊躇したらダメだからね。目に入った、目に入った。ものすごい破壊力。麺は縮れ麺、非常にすすりやすい。あ、すみません、お部屋もらっていいですか？スープがね、今一滴ちょっと麺にパチャンって跳ねちゃって麺に入ったんですけど、すごい、ありがとうございます。久しぶりに目の覚めるような、タンメンですけど、
やっぱりね、辛さはね、暑さが加わるとより熱くなりますから。しかしね、野菜はこうシャキシャキ美味しいですね。シャキシャキで、もやし、人参、キャベツやら、ニラ、キクラゲ、野菜たっぷりでございます。スープは塩ベース。激辛ラーメン食べた時にラーメンの店主の方が言ってたんですけど、同じ辛さで味噌ラーメンと塩ラーメンだったらどっちの方が辛いと思うってこう聞かれたことあって、どっちですかねみたいな。そしたらなんか塩ラーメンの方が辛いんだよねみたいなこう言ってて、要は味噌だと混じりっ気が出ちゃうんで辛さに、その分塩ベースだとまあ味噌とかそういうの入れないんで、辛さが味噌に比べると塩ベースの方が辛さが直接来るんで辛いんだよって言われました。ちなみにこちらのタンメン塩ベースでございます。これは豚肉ですね。恐るべしブートジョルケア。前回は同じのを食べてるんで少しはちょっと冷静でいられるかなと思うんですけど、これ普通にボリュームもあってね、食べ応えマックスです。これはやばい、これはやばい、体が拒否してます。これはあかん、あかん、手がしびれてきた。ありがとうございます。はい、辛いっすね。具だけちょっとこっちに逃がそう。セパレート。とりあえず麺と具材だけ食べよう。麺と具材はね食べたんで前回と同じラインまで来たんですけど、ここで終わったらちょっと前回と同じラインだったんで、せめてねレンゲスープ1杯分だけこれ飲めば前回超えてるでしょ。前回は麺具材食べ終わった後スープすら飲めなかったですかね、一滴も。これを飲めば前回を超えるということで、はい、終了。前回超えた。ああ、前回超えたわ。前回の記録を更新しました。はあ。やから。じゃあもう一杯。もう一杯いこうね。
はい、前回より2杯スープいってるから記録欲しい。うん、はい、もう一杯。うん、だからあれ、はい、4杯更新。はい、おしまい。もう一杯行こう、もう一杯。うん、はい、切りよく5杯ということで、すいません、ごちそうさまでした。辛かった。いやー、ということで、ね、食べ終わったんですけども、もう言うまでもなくね、超激辛でした。前回食べた時からね、麺と具材しか食べなかったんですけども、今回は麺具材食べてスープをレンゲ5杯分飲めたんでね、成長してるという証でございます。はい、ということで、検証結果としては激辛耐性は鍛えられるということでございます。またね、ちょっと修行を積んで、またこの激辛タンメン、挑戦しに来てね、自分がどれだけ、辛さ耐性が強くなったのかな、確認しにね、また戻ってきたいかなと思います。本日も皆さん長らくご視聴いただきありがとうございます。画面下の概要欄にですね、お店の情報をくくりつけてます。コメントもぜひお願いします。あとですね、僕の動画がね、通知いくようにね、ベルマーク、はい、の設定もよろしくお願いします。グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。またね、バイバイ。